はい、どうもデルです。さて今回はですね、サイキックフィーバーがザ・ファーストテイクに出演したということで、そちらでのですね、ウェイビーさんとのジャストライクダットのパフォーマンスをですね、初めて見させていただけたらなと思っております。初見リアクション動画ってことでございますよ。ワクワクしております。もう待てないんで、もう行きましょうか。3、2、1、再生のポチョーンもう待てるか、こんなもん。初めて見るんですから、今からもうね。いやー、来ました。メンバー入場でございます。もういきなりね、始めますけれども、本当にもう、いや、ワクワクしましたよ、本当に。だって、情報解禁されてね、やっと来たかっていう感じになりましたからね。いやー、来ました。心くんが喋っております。いやー、初ですからね。これでね、サイキックフィーバーの魅力が届けばいいかなというふうに思っておりますけれども、どんなパフォーマンスになっているんでしょうか。さあ、見ていきましょう。おお、おおおおおおおえいえい、ウェイビーさんいいね。ダウンウォーえいついに来た。えい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 、あれ、アレンジされてる。どう、アレンジされてない？もしかして。あ、レン君いいね。あ、おう。おい。おい、つむぎ君いいね。いいじゃん。えい。ちょっとこっち向いたね。おう、ゴールド。えい。うぅ。おい、かぶせてきた。ハモってきたよ。ボーカルさんにハモってきたよ。いいね、心くん。ウォー !Baby the ride or die! いいね。えい、えい。いいじゃん。いいね。ウォー、ワンワン。えい。あれ、でもアレンジされてないのがちょっと気になるな。えい、ジミーくん。Who we are? Woo! Ride or die! えい。Yeah, baby, show me that, yeah, yeah! Woo! いや、いいっすね。ガタガタめ。Woo!えい、いいね。あおい、これサイキック、えい。ここのね、ハモリいいけどな。Now! Find your love! Baby, the light will die!いいね。いやー、嬉しいなー。わんわん。いいね。いい声だよね、みんなね。いい声。いや、めっちゃかっけえわ。いや、めっちゃいいな。来るんじゃね？うぅー！やば。やべ。やべえわ。超いいわ。えい。やべえ。うぅー。うぅー。最高。最高でございますよ。いやー。すげえな。いやー。スキル高えよ。一発撮りでここまでのクオリティかよ。やべえな。やべえなというふうに思っております。いや、まあ、ただ一つね、ちょっとアレンジ欲しかったなっていうのは正直な思いとしてあるんですけれども、そこはね、ぐっと、しまっておきたいなというふうに思います。それぐらいね、すごいパフォーマンスだったなというふうに思います。こんだけ、まあ、何がすごいかっていうと、なんかこう、なんだろうな、うわ、ここやべえっていう感じではないんですよ。ただ、ほぼほぼ原曲通りと言いますか、なんかこう、やっぱライブ慣れてんなと言いますか、ね、こう、しっかりなんかこう、違和感なく、歌い上げたっていうことが、さらっとやっているっていうことが、ちょっとやっぱエグいなっていうふうに思いました。こんなにも、
なんだろう、動じてないと言いますか、ね、あの、ちょっとまたキッドフェノメノンとは違いますよね。キッドフェノメノンは、ファーストテイクを楽しんでいこうみたいな、そういうノリだったじゃないですか。でも、今回のサイキックフィーバーは、もういつも通りさらっとやるっていう、そんなような雰囲気だったんで、これはね、ちょっとね、たまげたなというふうに思いましたね。クールに沈めていったっていう感じかな。乗りこなしてましたね、ファーストテイクっていう空間をね。めちゃめちゃかっこいいなっていうふうに思いました。今回ね、ウェイビーさんも一緒にね、登場されてということなんですけれども、すごくね、一体感あって、ね、良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、いろんなね、どうなんでしょう。僕の記憶が間違っていなければというか、まあ、ちょっとね、怪しいんですけれども、でもこうやってウェイビーさんと一緒に、ジャストライクダットをパフォーマンスするっていうのは、初なんじゃないか？ね、楽曲のその MV とか、ね、そういうのを、外すとっていう風に思うんだけど、これはどうなんでしょうか。ね、僕の感覚では初めてこういうの見たなっていう風に思ったんですけれど、もうね、いやめちゃめちゃいいっすね。で、まあでもね、ちょっとね、ちょっと一個だけ違和感があったのは、そう、違和感があったのは、あの、まあ心くんの I know the like us in a so I'm feeling now Western love Find your love みたいなね、あの節があるじゃないですか。そこのね、ところで、あの、レン君とイーサ君のハモリが入ってくるんだけど、そこがね、ちょっとね、違和感かなーって。まあ、なんだろう、違和感っていうのは、その音程がどうのとかっていう違和感じゃなくて、この、ね、あの、かぶせだったりとかハモリが、ね、あんまりない中での、いきなりのハモリだったんで、そこからどうしてもね、わっっていう風に、ちょっとね、なんだろう、一回、あ、ハモったんだっていう違和感というか、おっていうのは、ちょっとあったから、そこが外れてる外れてないとか、正直僕の中ではどうでもよくて、まあめちゃめちゃ良かったと思うんだけど、でもなんかこう、いきなり来るのが、ね、あれっていうのが正直あったかなっていうふうに思いますね。ないならないで良かったなっていうふうに思いました。まあ、心くんのね、やっぱこう、歌唱力といいますか、声の質が高いんで、別にあそこね、ハモらなくてもよかったんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、でもどうなんだろうね。ハモってた方がいいのかな、わかんないけどね。個人的にはちょっとね、ハモってないバージョンも聞きたいなっていうふうにね、思ったところですかね。どうですか皆さん、そこはね。あとやっぱね、こう、やっぱラストのね、心くんのね、シャウトと言いますか、がなりと言いますか、なんかこうロングブレス、あそこはたまげましたね。めちゃめちゃいいな。あれをビタです。ね、当ててきて、しかもね、いや、やばいな。いや、すごいわ。やっぱやり慣れてるっていうのが、やっぱ歌い慣れてるっていうのが、出てますね。本当に、もう、カチン来たでしょ。すごいよな、というふうに思いましたね。まあ、ラッパー陣もね、こう、しっかりとね、やっぱこう、聞き馴染みのある感じで歌い上げてくれた。特にまあちょっとね、剣くんは心配してたところはあったんですけれども、でもね、あの、クリアしてくれたんで、ごめんなさい。一安心という感じではございますかね。やっぱジミーくんの声、半端なくいいね。やっぱこう、ファーストテイクでよりね、声質がクリアになることによって、やっぱ G でいいんだなっていうふうに思いましたね。何もこう、ね、まあ加工だったりとかいじられてないところがあるじゃないですか、ファーストテイクって。やっぱこう、声の質の高さ、まあ、さっき聞くよ、全員いいんだけど、特にやっぱこう、ジミーくんと、ココロくんと、まあ、レンくん、そして、リュウシンくんあたりの声質っていうのは、やっぱこう、極めて高いのかな、というふうにはね、思いまして。で、ウェイビーさんのね、安定のやっぱ入り、かっちょよすぎますよね。いやー、ファーストテイクいいな、いいな、そうね。まあだから、ただ一つね、僕の中では、やっぱあのハモリは、ちょっとどうなのっていうのは正直あるんだけれども、まあでもあとね、アレンジしてほしかったなって、ね、いうふうに思ったんですけれども、でもね、すごくね、まあまとまっててめちゃめちゃかっこいい、サイキックフィーバーのね、ジャストライクだったのね、ファーストテイクだったんじゃないかなというふうに思っておりますので、このね、まあファーストテイクがですね、あの、本当に多くの方に見ていただけて、サイキックフィーバーのね、名前がよりね、広がっていけたら、まあ、最高なんじゃないかなというふうに思っております。これはね、やっぱこう皆さんのね、盛り上げがすごく大事なんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、コメントだったり、高評価だったり、拡散だったりとかをね、
まあしていただくっていうことが一番なのかなというふうに思っております。サイキックフィーバーね、やっぱりこうサイキックフィーバーってエグザイルトライブの中でもレベル的に言うとね、やっぱこう LDH レコーズなので、やっぱこう ABEX 管轄でもなければソニー管轄でもないので、そこがねやっぱりこうちょっとねネックかなと思っていた時はあったんですけれどもね、こうやってねやっぱこう自由にやれているっていうのがすごくいいですよね、本当にね。レベルの違いなんて感じさせない、本当に。なんだったらサイキックフィーバー今来てるんでね、本当に誇らしいというか嬉しく思ってますよね。いやーちょっとね、恵まれない環境ではあったのかなとかいろいろね思うところではあったんですけれども、でもこうやってねサイキックフィーバーがね突き抜けてきたっていうのは本当にね僕としてはね嬉しいですよね。サイキックフィーバーの音楽性はね僕はねずっと高く評価していたので、良かったなというふうに思っておりますので、これを機にね皆さんね応援していただけると嬉しいです。はい、というわけで今回はですねサイキックフィーバー Just Like That フィーチャリング JP The Wavy さんのね The First Take 見させていただきました。本当にかっこよかったですね、最高でございました。まあジミー君のね毛皮での登場マジでね、あれ最高だね、本当に。端にね毛むくじゃらいるってやべえよ、最高だよね。エリーさん思い出させるよね、いつぞやのね。はい、最高でございました。チャンネル登録、高評価、コメント願いいたします。また次の動画で、バイバイ。